パトリック・タンベー、パトリック・ダニエル・タンベー、パトリック・ダニエル・タンブ、1949年6月25日タイ、は、フランスの元レーシングドライバー。1977年1980年のカナディアン・アメリカン・チャレンジカップチャピオン。多くのカテゴリーで実績を残したが、第一での活躍は短命に終わった。母国のレーシングスクール、ラフィリエールの出身。 卒業時には当時の最高成績を残しており、将来を大いに期待されていた。フォーミュラルノーを経て、1974年よりヨーロッパ界に,に参戦。1975年のランキング2位が最高となり、チャンピオンは獲得できなかったが、活躍が認められ1977年中盤より、界1に参戦を開始。初エントリーとなった第7戦フランス GP では、 サーティースから参戦するも、決勝に進出できず、翌第8戦イギリス GP からは、エンサインより出走、カイチームながら3度の入賞を果たした。前年の走りが認められ、翌1978年からはマクラーレンへ移籍。しかしチームは低迷期を迎えており、ナンバー1ドライバーのジェームス・ハントともども苦戦を強いられ、思うような成績を上げられなかった。 翌九百七十九年にはさらに低迷し、ノーポイントに終わり、九百八十年は、会一シートを喪失することとなった。九百八十年はアメリカで二度目のカナディアン、アメリカンチャレンジカップチャンピオンとなり、九百八十一年に、セオドールから、会一復帰。開幕のアメリカ西 GP で入賞を果たすものの、その後は、会チームゆえに苦戦を強いられ、中盤には、 リジェニー遺跡。しかし、遺跡後は、前線リタイアに終わり、1982年開幕時には、再びシートを喪失することとなった。会一郎人となった1982年だったが、中盤に、フェラーリからオファーが舞い込む。自身の親友でもあり、第5戦ベルデ DGP 予選にて、自己死した、ジルビル・ヌーブの公認としてのオファーだった。タンベは、 第9戦オランダ GP より参戦するが、この年のフェラーリは、ビルヌーブとディディエ・ピローニのドライバー間の確執、前述したビルヌーブの事故死などにより、混乱の中にいた。第12戦ドイツ GP では、それまでランキング首位に立っていたピローニが、予選中の事故で両足を複雑骨折。戦線離脱を余儀なくされ、再びチームは波乱を迎えた。しかし、 タンベイはそんな中行われた決勝で優勝。自身の初優勝であり、また混乱するチームに希望を与える勝利となった。これを含め数回入賞し、チームのコンストラクターズチャンピオン獲得貢献した。翌1983年もフェラーリに在籍し、予選では4度のポールポジション以下、PP を獲得。また第4戦3割の GP では、ファイナルラップ。 最終週に、リカルド・パトレーゼがクラッシュし繰り上げ狩りで優勝した。他にも数回表彰台に上がり、最終的に、ドライバーズランクでは4位、またチームのコンストラクターズタイトル連覇にも貢献した。1984年、タンベイは、ミキエデ・アルボレートの加入に伴い、フェラーリを去ることとなり、ルノーに移籍。第5戦フランス GP では、予選で PP を獲得。 決勝でも2位に入っている。しかし、チームはすでに勢いを失っており、最終的に入賞は4度に止まった。フランスに続く、第6戦モナコ GP では、オープニングラップ中に発生した多重クラッシュに、チームメイトのデレックはウィックともども巻き込まれ、左足を骨折、翌第7戦カナダ GP を欠場する決めに、あっている。また、第14戦イタリア GP で、 終盤までトップを走りながら、スロットルワイヤー切れでリタイアする、等、マシントラブルにも泣かされるシーズンとなった。1985年も、ルノーから参戦。前半戦は2度の3位表彰台を含む4回の入賞を記録したが、後半戦は一度もポイントを獲得できなかった。結局、この年をもってチームは撤退している。1986年は、チームハウス。 ローラから参戦。しかし、マシンの戦闘力は低く、タンベイは一度の5位入賞が精一杯であった。結局、この年をもってタンベーは、下位位一から姿を消すこととなった。1987年スイスに、自身のプロモーション事務所を開設、1989年のルマン24時間レースに、ジャガー XJR-9LM で参戦し、 ジャガーチーム内最高位の4位で完走した。砂漠でのラリーレードにも参戦しており、ダカールラリーでは三菱自動車チーム等でエントリーし、上位3位に2回入賞している。このうち1988年については、最終ゴール目前まで四輪車部門のトップを走っていたアリバタ年がマシンの盗難にアイスタートできなかったマイナスという、 前代未聞の理由で失格となったことによる繰り上げ入賞だった。フィニッシュ時のインタビューで、非常の裁定を下した主催者に対する抗議の念と、バタネンへの敬意と意部を込めて、私は3位で敗、4位だと語っている。その他、BBRGT 選手権にも、ブガッティ EB110 等で、スポット出場している。息子のエイドリアン・タンベイもレーシングドライバー。 エイドリアンは2011年には f i a g t 参選手権にアウディアール8で参戦していたほか2012年はドイツツーリングカー選手権 DTM にアウィからスポット参戦する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。